こんにちは、ブルーホースです。本日もバイオヘルスシールド LB3 をやりながら人生相談乗っていきたいと思います。はい。今回はですね、ちょっとボス戦になるんですが、まあ、ロケットランチャーなんでね、サクサクやっていこうかなと思います。じゃあ、まず早速ね、1個目のご質問、ご相談内容をやっていきたいと思います。なんか前回の最後の質問に似たような感じですね。現在恋人がいません。将来結婚も考えているんですが、まずは恋人を作るところからやっていかないと何も始まらないと思っているんですが、どうにもこうにも、恋人を作ることができません。何かアドバイスをいただけないでしょうか。ということですね。はい、ありがとうございます。まずはもう結論言うと、行動しましょう。マッチングアプリ使ってもいいし、なんか、なんとか相談所なんだったっけ、結婚相談所かなとか行ったりとか、うん、まあ、SNS 駆使してなんかちょっと面白い発信して魅力的な人だなとかっていうのをいろいろとやって、まずは能動的に動きましょう。多分ね、なんか 誰かいい人がいるんじゃないかとかね、誰か自分に声をかけてくれるんじゃないかっていう、ここから逃げない、ちょっと待っている節があるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと推察します。すいません、ご質問者さんの性格がわからないっていうか、この文章だけだと単にこういう人なのかなっていう推察をするくらいしかできないんで、もし間違ってたら大変ですね。もう多分街の性格なんじゃないかなと思います。だから自分で動くしかないんですよ、うん、僕もね、あんまりモテないっていうか残念な性格を、まあ、してたんですけど、そんな僕でも中1から今の奥さんと結婚するまでほとんどね、彼女こんなの奥さんにバレたらなんか単なる遊び人というか嫌なやつみたいな感じになるから、やばいやばい旦那捕まえたなって思うんですけど、本当なんですよ。中1の時から中3まで彼女がいて、で中3に別れて別の彼女がいて、列車が脱線した。で高1の時にみんな死んでしまった。ミハイルも全員復縁した彼女がいて、で、また高1から別の彼女と付き合い始めて、ニコライ見殺しにされたのよ。高2の時から高3まで彼女がいて、ちょっと嘘でしょ。浪人中の彼女がいて、一回だ。で、大学に入った時に別れて、まあ入る直前からくらいに別れて、で、奥さんと出会って付き合い始めたというところですね。はい。だから、なんだろう。で、まあまあまあ、ただ、その、全部が全部、その、自分から告白したかというと、告白したものもあれば、告白されたっていうものもあるんで、まあ一応、両方あるんで、まあ、待ちだったっていうものもありつつも、まあ、結構ね、自分がね、この人と付き合いたいなって思った方に関しては、自らちょっとガンガンアプローチして、で結果ね、お付き合いさせてもらえたっていうことはあったんで、だから、告白して振られたっていうのは、1回だけあったね、確かね。高2の時に、高2の時だったかな、に、付き合ってくださいって言った彼女、あ、彼女じゃない、付き合ってくださいって言った女性に、まあ、振られて、残念ながら、正直は落ち着けられなかったっていうのはあったんだけど、この人だっていうのを自分で決めてる方がいらっしゃるのであれば、やっぱりね、まあ、いきなり付き合ってくださいとかね、結婚してくださいって言ったら分かれちゃうんで、そこはアプローチの仕方っていうのを考えなきゃいけないんですけど、まずはでもね、当たって砕けろっすよ。当たって砕けろ。僕ね、最初のお付き合いした彼女こそ向こうからすごいアプローチされて、なんかね、最初ね、ぶっちゃけあんまりタイプじゃなかったというか、すごい可愛い子なんですよ。すごい可愛い子だったんですよ。いろんな人にその付き合ってから彼女いんのって写真見せてよみたいなんで、まあ、写真見せたらめっちゃ可愛いやんみたいなね、友達とかに言ってもらったりとかしたんですけど、先輩とかね、当時はあんまりタイプじゃなかったっていうねところなんですけど、でもまあ今思えばね、まあ、別れた後も、別にもう今は喋ったりはするわけじゃないですけど、なぜか Facebook の友達になっているっていうところもあって、写真とか見るんですけど、今思えばすげえ美人だなっ
って思ったりするような子だったんですよね。でそんな子が僕にすごい当時はアプローチしてくれて、でまあ結果お付き合いすることにもなったんですけど、うん、でその次にできた彼女はあ違うな、次にできた彼女も向こうから告白できたのか、あただ告白してきたのは向こうなんですけど、最初に好きになったのは僕だったんですよ。その1人目の彼女ができる前からその2人目の彼女のことが好きだったんですけど、まあなんか猛アプローチに心を動かされたみたいなところがあって、ところが、まあ知らず知らずにその2人目の彼女も僕のことを好きになってってくれたみたいで、別れた直後に、まあ、そういう話してたら付き合ってくれないみたいなこと言われたですね。まあ、何がきっかけになって僕のことを好きになってくれたかって未だによく分かってないんですけど、まあ、その子自身が結構変わり者を好きになる傾向があるのかなっていうのは、実にいい仕事をしてる、まあ、そんなこと言ったら怒られるけど、でね、告白して振られたら、まあ、確かにそれまでっていうところはあるんですけど、じゃあ告白しなくても結局振られたのと同じなんですよ。結婚で、ね、付き合わなかったっていう結末と同じになってるんで、しっかりしろっていうことを考えれば、まあ、出会いから探すっていうのはあるかもしれないけど、どうしたマッチング、まあ、最初に言ったマッチングアプリ行くなり、結婚相談所行くなり、SNS 使ってなんかいろいろアピールしてみたり、ただ間違っちゃいけないのが、あなたが選ぶ側じゃなくて選ばれる側であるということを自覚してやった方が最初はいいです。それはその告白されるっていうのを待つとかじゃなくて、告白するのはあなたですよ。告白するのはあなたなんだけど、あこの人いいなっていうふうに思ってもらうためのアピールの仕方をしなきゃいけない。俺がお前を選んでやるんです、私があなたを選んであげるのよみたいなスタンスで言ったとしたら、まず間違いなくいいパートナーに巡り合うことができないので、そこはアプローチの仕方を考えなきゃいけないというところですね。だからよくなんか女の人で年収800万以下かつ、35歳以上はダメみたいなこと言ってる時点で、結婚してもろくな生活を送ることができないのこの女はっていうふうに思うプロフィールとかもよくねツイッターとかねあったりするんですよ。なんでかっていうと、私はあなたの年収と年齢で満足させて行かせてねっていうことを言っているのと変わらないわけですよ、そういうプロフィール書いてる人っていうのは、うん、だからそういうようなアプローチの仕方をしてしまうと、結局自分の満足のためだけに男いるんだね女いるんだねってなっちゃうんで、それはアウトですね。もちろん思う分には問題ないと思います、思う分には問題ないと思うんですが、やっぱりね、相手があなたと付き合うこと、結婚することによるメリット、まあ、こういうメリットとかデメリットとかっていう考え方はよくないのかもしれないけど、多くの研究室だろう、無茶するなよ、俺も向かう。了解、先に行ってるぞ。でもやっぱりなんか付き合うってことは何かしらのそのね、心的満足を覚えたいからですね、もしかしたら体の部分の満足もあるのかもしれないですけど、ということを考えると相手を捨ててしまわない、お付き合いするんだったらやっぱりあなただけがね満足しても仕方がないんで、そこを考えて、まあ、どうするかっていうところをやっぱりちゃんと相手に伝えなきゃいけないっていうところですね。だそこまでをしっかりと考慮 してもらった上で、どういうアプローチがあなたにとってできるのかということをぜひね考えてみていただけたらと思います。ということで、ちょっとここら辺でどうも質問を見せてもらったのかなと、まだいる、はい、これなんか近づいたらウェーとか言ってる、言わねえや。じゃあなんかわー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 言ってるんで、ちょっと落ち着いたところに行ったら、はい、びっくりポイント、はい、ということで、続いての質問に行きましょう。はい、ウルホスさん、はじめまして、こんにちは。私は、現在事務職として働いています。
仕事からいろんな雑務を押し付けられることで非常にストレスが多い日常を過ごしています。そんな中で、毎月入るお給料を我慢できずにほぼ使ってしまって、手元に残るお金がありません。どうすればこの浪費癖を直すことができるでしょうか。あー、なるほどね。なんだろうな、僕がこういう性格じゃないんで、共感を覚えるのが難しいっていうのは非常に申し訳ないところではあるんですが、まあ一個はその我慢できるかどうかっていうところではあるんですけど、その小さい買い物だったらね、まあね、生活必需品みたいなものだったら、まあ、ガンガン使った方がいいんじゃねえのって思ったりはするんですけど、まあ、そうじゃない、例えばその高い買い物だったりとか、なんかよくあるのがさ、今月の自分へのご褒美みたいな感じで高いバッグ買ったりとかね、なんか無駄に高級ななんだっけ、化粧品とか化粧道具買ってみたりとかっていうようなパターンがあったりすると思うんですけど、あれちゃんこんなところでよかったっけ。なんか違う気がすんな、間違えちゃった。まあいいや、そうなんですけど、もしできるならというか、もうこれをやらなかったらあなたの浪費癖直せませんよっていう話になっちゃうんですけど、まず、お店行きます。でなんかそのどうしても買いたいものっていうのが見つかりました。で我慢できないで買っちゃいそうだなって思うものが見つかりました。でそれ見つかった時に何してほしいかっていうと、1週間とか2週間買うの一旦待つんですよ。いやこれは買う予定なんだけど待つっていうのをちょっとチャレンジしてほしいんですね。でそうすることによって、その1週間2週間我慢してみて、あなたのその手元にないことで、あ全然平気だわって思えるかどうかなんですよね。それでもどうしてもやっぱり欲しいっていう場合は、それはあなたにとって必要なものだと判断して、それでね、買ってしまうっていうのはありなんじゃないかなって思いますよね。どうしてもね、浪費癖の方に関してはその場で買っちゃうっていうのが癖づいちゃってると思うんですよ。だからそれを一旦我慢する、っていう風にしてみられるのがいいというところですね。それでもどうしてもやっぱり必要だと手が出てしまうっていうことであれば、それはもうそれで仕方ないですね。あとはまあその浪費癖かなに関してはもうそれをそれでも直すことを諦めてしまって、あなたが浪費する以上のお金を稼げる仕事をするかっていうことですよね。まあそういうところじゃないかな。だからね、一時購買をしてしまうんじゃなくて、二次購買に持っていくっていうことを意識するっていうのがすごい大事だと思います。それができなかったら、あなたの手元からお金をどんどん飛んでってしまう可能性が高いので、実際に今の現状を変えることができないので、まあ注意必要っていうことかなと思いますね。ちょっと気持ち悪いやつ来たので、バーイ。ということで、浪費癖のある方は一度それを買うのを、我慢してみて、時間を置いてからそれでも必要だと思う場合はぜひ買ってみてください。はい、では続いてですね、はい、今の職場の労働時間が非常に長く、毎日のように残業をしています。法定労働基準なんて言い方あったっけ、法定労働時間じゃなかったっけ、まあ、どっちでもいいです。を優に超えた、あれのこと言いたいですね。なんか残業で何時間しちゃいけませんみたいな国の、何時間でしたっけ、あれ80時間60時間とかだったかな。サブロック協定から言うと45時間超えちゃダメなんですけどね。はい、
が、を優に超えています、毎日会社の行き来とちょっとした食事やお風呂を取る時間くらいしかないくらい長い時間働いています、どうしたらいいでしょうかということなんですけど、まず結論言ったらさっさとその職場離れてくださいと言いたいところなんですが、それだとね、味気ないというか、相談する意味がないと思うんで、まず、相談する意味がないというか、当たり前の答えになっちゃうんで、まず考えた方がいいんじゃないかなって思うのが、あなた一人がその状態なのかどうかっていうのを考えてほしいかなと思うんですね。あ、これなんで生きてんだこいつ。あなた一人がもしそういう状態で、残業毎日そんな状態だったとしたら、単にあなたのパフォーマンスがレベルが低いっていう話になるんで、それはさっさとスキル磨いて改善しましょうっていう話ですね。よくいるんですよ。自分の仕事のパフォーマンスが低いだけなのに、なんかあたかもそれが会社が悪いみたいなこう言い方をしている人とかもいたりするんですけど、真にね仕事ができる人ってね、結構やっぱりね仕事早いっすよ。仕事が早いんで、誰よりも早く仕事から帰ってるし、しかも誰よりも早く誰よりも多くの成果上げちゃってるんですよね。誰よりも多くの成果上げちゃってるんですよ。なんですけど、成果上げないところをなんかダラ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 長く働いたりとかして、なんか無駄な時間を過ごしたりとかそれしちゃってるんですよね。僕の職場にもいましたよ、そういう人。なんか誰よりも遅く出勤してくるくせに誰よりも遅く帰るっていう人がいたんですけど、そういう人ってね、なんかね、あれテープはあれど、入れる媒体がない。あれどこで拾うんだったっけ。もうなんか忘れちゃったな、いろいろね。まあいいや。そうっていう人がいて、で一回ね、そのことに関してね、上司が注意したことあったんですよ。なんか仕事をこんなゆっくり、なんか帰るのが遅いの問題だよとかみたいなことね、言ってた時期があったんですけど、いや大丈夫です、私旦那が帰ってくるのも遅いのでみたいなことを言ってたんですけど、いやそうじゃないだろうと、指摘してるのはその遅くなっていることを心配しているんじゃなくって、あなたが仕事できないことに関して上司は暗にさっさと帰るくらいのパフォーマンスしろよっていうことを言っているんじゃないかなと思ったんですよね。でもそういう人って気づけないんですよ、自分が仕事ができてないっていうことについて。なのでまずはその自分だけがもし自分一人だけがその仕事バード博士ができてないっていうことであれば、救助に来た、ドアを開けてくれ、自分の仕事音声認証のパフォーマンスを見直されてみてはいかがかなと思います。で必ずでもしもっていうか、そうじゃないと、単に自分の出てくるあれか、仕事のパフォーマンスは周りと同じくらいなんだけど、全員が同じくらいの時間残業していますとか、なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。毎日皆さんが残業されているということであれば、それはもう完全に会社のミスというか、もう会社のパフォーマンスがもう悪いっていうだけの話になってくるんで、それはさっさと転職した方がいい。だから自分が悪いのか、それとも会社のマネジメントが悪いのかっていうのは、自分一人だけの話なのか、周りも同じ話なのかっていうことで判別をしてみるっていうのがいいと思います。マジかよ、ワクチンは今探してる。結構前者のケースが多いんじゃないかなと思いますけどね。はい、というところで、続いての質問にいきましょう。はい。上司と反りが合うことがありません。私はさっさと時間
が来れば帰りたいのに、隙を見れば飲みに誘ってきます。でうまく断ることもできないので毎回飲みについていくんですが、その時間何にも楽しいことはなく、しかも最悪の時には長々と説教されることもあります。こんな時間を過ごしてお金も、4000円や5000円、浪費するくらいなら、家に帰って YouTube を見てる方がマシですぜひ僕の YouTube もねガンガン見てほしいです。どうすれば、上司とうまく付き合う、もしくは断ることができるでしょうかっていうことなんですけど、なんか似たような質問じゃないけど話を皆さん知ってますけどね、なんか正義の選択っていう話漫画知ってます正義の選択の漫画の中にね、上司と部下がその飲みに付き合うか、それとも飲みに誘われることない生活を過ごすかみたいな、なんかね話があったんですけど、あなたが飲みに誘われる理由って何なんですかね。だっていやいや言ってるってことはそれが態度に出てると思うんですよ。例えば話をつまんなそうに聞いてるとか、説教されたらふてくされてるとか、それから全然ね、注文取らないとかビールのお酌しないとかっていうのに、そんな態度取るやつを毎回毎回、まあ、もしかしたら気を使ってはいはいありがとうございますとか、お酌どうぞとかってやってるのかもしれないけど、でもやっぱり分かるんですよ、態度で出ちゃうんですよ。嫌な時っていうのはつまんないなとか、クソだなとかって思う、態度出てると思うんですよ。にもかかわらず毎回毎回あなたを誘うってことは、あなたにもしかしたらそのプライベートは全然知らないと思うんですけど、仕事に関して何か不具合を抱えているという可能性があるので、それを何とかしようと、でも仕事の場でそれをやってしまうと時間も取られるし、ますますちょっとコミュニケーション取りにくい環境の中にいるから言いにくいと。だからこそちょっとした砕けた飲みの場で何とかできないかなっていうようなことを考えて声をかけてくれてるかもしれないですよね。いやそうじゃないという可能性も考えられるんですけど、あなたでもそれでもなんでそんなしつこく声をかけてくるんですかねっていうことをぜひね考えてみて、じゃあ飲みにどういう目的があるのかっていうのをちゃんと探ってみると思うんですよ。ここにで、まあ、こんなことが聞ければ理想なのかもしれないですけど、なんとかさんってね、なんで毎回飲み誘ってくるんですかって、僕と一緒に飲んでて楽しいですかみたいな、いやそこで僕ちょっと帰って YouTube 見たいんですよって言ったら、とんでもないことになるんで、それはちょっとね避けた方がいいかもしれないですけど、今そっちに向かってる、気をつけろ、なんだろう、気をつけろ、マシの惨状を見てないのか、つまんないなと思ってる相手誘うほど上司も暇じゃないしね、そこにねお金かけたくないと思うんですよ。だってあなただけじゃなくて、実際にその方もその上司の方もわざわざお金かけてあなたとの時間を過ごしてるわけですよね、っていうことを考えると、ね、お金をかけるだけのあなたと過ごしたい何らかの理由があると思うんですよ。ないわけないと思うんですよね、それが一体何なのかっていうところは非常に気になるポイントではあるんで、なんでそんな毎回毎回飲みに誘ってくれるんですかっていうふうに、上司を立てつつも理由を探ってみるっていうことをぜひ、ね、やってみてはいかがかなというふうに思いますね。はい、じゃあちょっとワクチンブチュッとさしましょうか、というところですね。まあ、僕も前の職場の時ね、今の職場はもうあんまり飲み会とかねないんで、僕はそもそもお酒が飲めないから全然飲みに行きたいとかって思うんですけど、前の職場はなんか月に1回会議の後とかにね行ったりとか、年12回かな行ったりするんで、すごい嫌だったんですけど、何が嫌かってね、別にその人間関係は良かったんですよ。その上司とかね先輩とかのとの人間関係は良かったんだけど、鬱陶しいのがあれなんですよ会社の愚痴を 言うんですよね。で一番下っ端か下からか2番目か3番目かくらいの時期までその会社にいたんですけど、そんな時に会社の愚痴とか言われたら、将来のこんな先輩になっていくのかとか、自分たちがそのね出世とかしてね会社を今度マネジメントして似合う立場になった時に、そんな風に部下から思われてしまうのか、そう思われないようなね上司がまだ生存者がいるんだぞっていうことを考えたら、政府が気にすると思うか、なんかクソ、奴らが来た、ここにいろ、
俺が片付ける。この先輩たちとその仲良くするのはちょっと気が引けるなと思って飲み会行くのではないかなっていうふうに、まあそういうところですね、はい、だからなんで飲み誘うんすかって、で飲み誘われる理由がもしかしたらあなたにあるのかもしれない。上司が単に奥さんとか子供と会う、いる時間が嫌だからちょっと時間潰しのためにあなたを誘ってるかもしれないというところなんで、なんでそんなに飲み誘ってくれるんですかっていうふうに、まあ、聞いてみられるっていうのがいいんじゃないかなと思います。でそれが聞けないっていうんだったらもうさっさと断ってください、はい。ということでね、本日も、ちょっとキリがいいところでね、次回ね乱戦混戦というところになると思うんですけれども、やっていきたいと思います。ということで本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。